おつこんにちは、お家からの撮影も久しぶりとなりますけれども、今日は、何かと言いますと、ね、この、どうでしょう、覚えてますか皆さん。こちら。これ開けてますけれども、黒ごま担々ラーメン。これをね、この、多分、写真を見るとですね、このチャンネル、おひいきにしていただいている方はもう、ピンとくるかもしれませんけれども、これ以前ご紹介いたしました筋肉ラーメン見つけたの動画、ちょっとこちらに、リンクを出しますけれども、その時にね、発見しました筋肉ラーメン。その時は福鬼担々ラーメンという名前の正式の名前ですけれども、まあこの入っているタンパク質量が1杯で 33g のタンパク質が取れる、そしてコラーゲンが豊富というラーメンご紹介させていただきました。その福鬼担々ラーメンがリニューアルしたということでですね、送っていただきました。これ黒ごま担々ラーメンね、まあ以前もごまを豊富に使った担々ラーメンでしたけれども、今回黒ごまになったあの福鬼が仏になった、どういうことでしょうかこれは仏になった、黒鬼驚愕、その黒ごま担々ラーメンを今日はご紹介させていただきます。まずですね、これ以前もご紹介させていただきましたけども、冷凍で届きます。麺、この麺もですね、全粒粉で、できてますので、ということはビタミン B1 が豊富、鉄分も豊富、食物繊維もあるということで、まあ普通のね、麺よりも健康的なんじゃないでしょうか。そういった全粒粉の麺、そしてですね、これがこだわりの、見てください、こう黒いです。今回黒いですね。前回はこの色が全体的にこの色だったんですけれども、今回この黒ごまが、もう明らかにこれは黒ごまだなっていう、スープをしています。これ全部冷凍で届きますので、お店で、これしっかり真空パックしてくれてますので、まあ、お店の味がご家庭でも楽しめるという素晴らしい状態で届きます。これをね、まあ、食べる日はちょっとね、解凍を、そうですね、冷蔵庫なんかで朝から置いといて、昼か夜に食べるときはそこから出して、これを温めて、食べるという風になりますけれども、ね、これ、何がいいかと言います。まあ、ごまがね、入ってますので、セサミンとかも豊富ですし、そしてこの中にね、ちょっとこれじゃわかりにくいんですけれども、ひき肉が入ってます。ひき肉、豚肉のすね肉、ちまきと呼ばれる部分。この部分を、ね、美味しくひき肉にしてくれてるんですけれども、これね、あんまり料理では使われない、まあなんかね、一部では使われるみたいですけど、あんまり使われない、もので、ね、コラーゲンも豊富でタンパク質も多い、すごくいいものになるそうです。そしてあとはね、鶏のせせりなんかも使われているというふうに伺っております。そしてこれがですね、この作っていただいた茂岡さんの自慢の一品、ラー油ですね。このラー油があるから、この担々ラーメンの味がまた良くなるんですね。これまた、ついてます。このラー油、特製ラー油ですね。これをかけて、食べるようになりますので、ね、ちゃんと、あの説明も、ね、入ってますね。そしてまた、じゃん。こんな感じで、入ってます。ちゃんとラー油と、このね、豚骨ベースの 100% ゴロゴロひき肉黒ごまスープが入っているので、全部冷凍されてます。で、麺も替え玉もセットとなっておりますが、こちらですね、おなじみエコデパック株式会社エコデパックさんが、作られてますが、まあこれ本来のですね、この重岡さんの本業といいますか、まあ元々はこのアスカうどんという、そして、麺屋、新三郎。ここでですね、おうどん屋さんをされてます。これがまあ本業ということで、お店をされているんですけれども、このね、そこで人気なのがこの担々ラーメンでもありますし、なんでね、この担々ラーメンが、まあ筋肉ラーメンということで、まあタンパク質が豊富ということですけれども、なんでこのタンパク質が豊富で、さらにこのコラーゲンもたくさん入ってる。これをなんで売りにしているか。これはやはりね、作っていただいた重岡さんの思いがこもっている。重岡さん、エコデパックといえば、
皆さんまた、このチャンネルを見ていただいている方はピンとくるかもしれませんけれども、ね、以前ありました筋肉コーヒーありましたね、筋肉コーヒー、コーヒーの中に、コラーゲンペプチドの入ったコーヒーでしたけれども、それが最近リニューアルされて筋骨コーヒーとなりました。コラーゲンペプチドで、20g 取れる、1杯で 20g 取れるというすごく優れものです、ね、コラーゲン口から摂取しても意味がないというふうに、言われておりますけれども、それは迷信です、ね、ちゃんとこのコラーゲンペプチドという状態で、取り入れることによってですね、コラーゲン合成能力というのが上がります。人間もともと体の中でコラーゲンというのは生産できるんですけれども、まあ、加齢とともにその生産能力というのは落ちていきます。で、まあ、それにはですね、やっぱり抗うにはコラーゲンを取る、コラーゲンを作るためのものを摂取するしかないんですね。まあ、それは何か、まあ、やっぱり食品からも取れます、ね、コラーゲンの元になる食品を取れば、まあ、コラーゲン生産能力にも活用されるんですけれども、まあ、それをペプチドという状態、ペプチドっていうのは何かと言いますと、まあ、こういくつかのね、アミノ酸がくっついた状態になっている。なので、もうコラーゲンペプチドもコラーゲンの元そのものが摂取できるということなので、そこからですね、やはりね、他の食品からもしコラーゲンの元になるようなものを取ったとしても、コラーゲン合成以外に使われてしまうことがあるんですね。筋肉の方に行ったりですとか、普通にエネルギーとして使われてしまったりもする。で、他のアミノ酸に合体しちゃうこともある。でもペプチドの状態、コラーゲンペプチドというコラーゲンの元の状態で取ることによって、まあ、そのままコラーゲン生産能力を上げるのに直結しやすいということで、この筋骨コーヒー、コラーゲンペプチド入りの筋骨コーヒー、素晴らしい商品なんですけれども、ね、女性向けにはコラーゲンカフェというのもあります。まあ、このね、まあ、両方作っているのも、エコデバッグ、噛みました。エコデバッグの重岡さんです。で、そんな重岡さんがこだわり抜いて作ったラーメンが、この、ね、福鬼担々ラーメン。今回黒ごま担々ラーメンとなってリニューアルしたということで、これを食べさせていただきたいと思います。前回の筋肉ラーメンとご紹介させていただいた時の福鬼担々ラーメンもめちゃくちゃ美味しかった、僕大好きなんですけれども、今回これをねリニューアルしたいということでご紹介いただきましたので食べていきたいと思います。はい、ということで、完成いたしました。これね、ちょっと見えますかね、こんな感じですけれども、では実食したいと思います。これがコラーゲンたっぷりのちまきです。うん、そしてこの程よい辛さとこのラー油がね、やっぱり重岡さんのラー油、辛いだけじゃなくて、なんていうか優しさじゃないですけど、まろやかな感じがしてすごく食べやすいんですよね。この美味しさでタンパク質が 33g 取れるんなら、ね、アスリートもいいんじゃないですかね。なんか普通の麺じゃなくて全粒粉ですし、もう栄養価的にすごくいいですよね。なんで怪我をしているアスリートもコラーゲンとか意識されると思うんで、このラーメンを食べてコラーゲンを取って、コラーゲンカフェでもっとコラーゲンを取ると、それもありだと思います。ということで食べましたけれども美味しかったです。まあこのね、ラーメンを食べた後雑炊にするのも結構おすすめです。今日はちょっとね、僕の腹の具合と相談したところ今日は雑炊はやめとこうということで、雑炊やめときましたけども、前回、食べた
福岡に担々ラーメンだった時の、食べた、動画もあります。そちらも、一回見てみてください。このスープにご飯がすごく合いますのでね、もちろんこのラーメンを食べながらご飯、ライス&ラーメンっていうのもありだと思いますしね、やっぱりこのラー油ですね、ラー油がかなりいい仕事をしていると思います。で、まあ、この黒ごま担々ラーメンですが、ふるさと納税でも、返礼品として、ありますので、まあ、一回ねエコデパックさんのホームページを見ていただくと、まあ、これリンク貼っておきます。概要欄の方をご覧いただければ、そちらの方でもふるさと納税の方も確認できますし、あとベースの方でもね、購入することできますので、一回ぜひ見てみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方は、こちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。